しだれ桜などおよそ360本が咲き誇る仙台市宮城野区のつつじが丘公園ではコロナ禍で中止となっていた桜まつりがあさってから4年ぶりに開催されますきょうは公園近くのつつじが丘天満宮に関係者らが集まり祭りの安全を祈願しました通常開催となることしは屋台やキッチンカーも出店一足早く営業を始めすでに大勢の人でにぎわっていました

筋丘公園桜祭まつりはあさってから始まりメイン広場は来月29日まで南エントランス広場は5月7日まで開催されます。